カルチャーブレイクスーさんのゲストが今回なんですけれども、先日ですね、僕の母校高校の学生にインタビューされて、その内容が僕の母校の雑誌に掲載されて、約8ページぐらいにわたって僕の記事が掲載されたらしくて、その件に関しておそらくですけど、僕の母校の学生がそのインタビュー内容を画像でツイートしたら、確か今のちゃんで、まあ僕はリツイートしたわけじゃないんですけれども、約100リツイートぐらい言ってて、で今回はこんなクソみたいな自分がね、母校の OB として雑誌に載ったぞっていう報告と、あとインタビューで記載されていた記事の内容が割と刺激的な内容だったらしいので、今回ですね、実際に雑誌に掲載された僕の黒歴史があるんですけれども、これについての僕自身が詳しく解説していきたいなと思います。で、実際の記事はこちらで、内容を読むと、高校時代の思い出は何かありますかっていうのに対して、僕が答えたのは、高校で宿泊研修に行った時、2泊3日ずっと寝ずにいたら、3日間かなり眠くなっちゃって、それで眠くなると勃起しちゃうじゃん。それをみんなでいじりながら歩いたのが楽しかったっていう風に書いてあるんですよね。で、今回この件について詳しく話すんですけれども、何が起きたかっていうと、2泊3日の修学旅行があったんですよ。で、僕は高校生で体力が有り余っていたってこともあって、2泊3日ぐらいなら一睡もしないで、夜も遊びまくって、その2泊3日の修学旅行全部を楽しんでやろうっていう風に計画していたんですよ。で、僕の友達もそれに賛同して、最終的に3人がほぼ二徹状態で、睡眠はバスの移動中だけにして、修学旅行を過ごしていたんですよ。で、事件は最終日に起きて、最終日にショッピングモール行ったんですよね、確か。で、その3人、男子3人組はめちゃくちゃ仲良かったんで、3人でもめちゃくちゃ眠い目をこすりながら、ショッピングモール歩いて行ったわけですよ。で、3人は別にショッピングにも興味ないし、めちゃくちゃ二徹状態で疲れてたんで、誰も話す気力も起こらず、3人ともすっごい無言状態で歩いて行ったわけですよ。で、ここで事件が起きたんですけれども、歩いてたらさ、2泊3日の疲れもあってか、勃起しちゃいまして、まあ男だったらわかると思うんですけれども、これって生物の本能で、疲れてくると命がやばいって錯覚して、それで子孫を残しておかなきゃいけないっていう、そういう本能が目覚めて、隆起してしまうっていう現象が起きるんですけれども、その効果もあって、何にも考えてないのに、隆起しちゃったんですよね。で、これやばいな。僕学校で下ネタ要員だったんですけれども、ささやにさ、隆起してる状態を友達に軽々と報告できるほどの人間ではなかったわけですよ。で、それで、これやばいな、これやばいなって思ってたんですけれども、で、なんか3人組で歩いてて、僕が一番右端で、友達の2人が左で歩いてるみたいな感じで歩いてたんですけれども、真ん中の男の子が突然、え、お前隆起してねって言ってきたんですよ。で、それで俺はビクってして、やばい、バレたって思ったんですけれども、その友達を指さしてたのは、一番左の子だったんですよ。で、一番左の子の股間を見てみたら、確かに隆起してたんですよね。で、俺も便長先輩みたいに便長して、え、お前隆起してんじゃんって言ったんですけれども、で、そこでカミングアウトするならここしかないと思って、でもね、僕も隆起してたんですけどもねって言って、みんなに隆起状態を晒したわけですよ。そしたらもう大爆笑ですよ。で、さらにもう一つ事件が起こって、端っこの俺ら二人が隆起しているのに釣られて、真ん中の一人がなぜか興奮してきちゃって、あ、やべえ、俺も勃起してきちゃったよって言ったんですよ。それで真ん中の子もムクムクと振り起こってきて、それで三人組で隆起しながらショッピングモールを歩いてるっていうシュールな光景にめちゃくちゃ大爆笑したから、修学旅行史上最強の思い出できたみたいな感じで、その修学旅行終わったっていう僕の黒歴史だったんですけれども、いや本当にマジやばかったですね。でも本当にやばいのは、こんなクソやばいエピソードを何のオブラートにも包まずに平気で雑誌の記事にしてしまうこの学校、マジキメ。シャイニングスター崩れば夢に眠る幻が